こんにちは、そっか、塾の久保です。9月1日、朝5時半になりました。ちょっとね、昨日の17時半から振り返ってみたいと思いますけども、昨日の17時半で放送大体終わったんですが、あの、レンジで、えー、まあ、来月から行くよっていうことをお話し,しました。そうするとですね、まあ、レンジオプションで組んでいくことが、まあ、考えられるんですよね。レンジオプションってのは要するに、この水準になったら、まあ、もうわかりますよね。こんな感じです。 ということでトレードを続けていた方はこういう風になったと思いますそれからですね19時半2時間経ったところこちらのね伸びが取れていたかなっていうところですよねそれからなんですけどももうちょっと追加するとですねレンジオプションが今度深夜3時になりますねっ大和くんがちょっと叫んでますけどもうお分かりだと思いますけども今朝になってですねレンジオプションはあれ レンジオプランがブレイクに変わったってことなんですよね。まあですので今日は朝からブレイク狙いで、まあエントリーするところを探していければなと思います。エントリーするところは、えー、当初の目的地だった139円の090かな当初の目的地じゃないですね。これは。失礼しました。これ別の話ですね。まあ139円の090があたりで倍でエントリーすれば、まあちょうどいいんじゃないかなと思いまして、今日これで過ごしてみようかと思います。 はい。ちょっと雑音入ってすいませんけども、こういった環境でもトレーダーできるっていうことですね。<laughs> はい。本日は以上です。あの、追加しますんでまたよろしくお願いします。